ちゃった。昨日の今日だけど、あれ昨日の今日っていう日本語ある、そういうのあるよね、聞いたことある。だけどさ、ちょっとこれぐらいいいかもしれない、髪の長さ。でも伸ばそうか迷うんだよね。昨日と真逆。そうなの、どうしよう。でもなんかショールームのさ画面今見たんだけどさ、これくらいいいのって思ってきちゃった。どうしよう。違う、優柔不断なわけではないの、まだなんか気分屋なの、めちゃめちゃ気分屋だから、もう気分がすぐ変わっちゃうの。そう、4ヶ月我慢するって言ってたんだけど、なんかこれぐらいもいいなみたいな思ってきちゃった。さっきはありがとね、皆さん今日もたくさん来てくれてありがとうございました。また次はいつだ、次はいつだ、14だったかな、は新潟だよね確か。ぜひ当日券もあるみたいなのでお待ちしております。そう、ほんとまだ気分屋なの。花火とぶどうと金魚ありがとうございます。今マナはパイナップルとグレープフルーツと梨を食べてた今食べてた。なんかフルーツ食べたくなって、最近めっちゃ食べてる。最近っていうか前もだけどさ、前から。わあ花火ありがとう、こんばんは。19か、19日、確か至福の日だった気がする。至福の日なのでぜひ来てください。フルーツ大好き。もうマナが小さい頃からフルーツめっちゃ食べてた。昨日のショールームの影響で今日のお昼は焼肉でした。あー、帰ると焼肉行った話そう、二人でも、二人で、なんだ日本語が出てこないもうずっとひたすらお肉を焼いてひたすら食べてた二人で。花火ありがとう。ちょっとね、あ、そう、目覚まし今日さちょっと遅れたかな、配信始まる前にね明日の目覚ましかけててちょっとだけ遅れたかも。ちょっと目覚ましかけないとさ怖いじゃん、すぐに予定来てすぐにかけないと怖いから、さっき来て明日の予定が。もう来た瞬間に目覚ましかけるもの、いつも。野菜も食べない、野菜食べるよマナ、野菜も好き。まだ夜食べてない、お腹すいたね。マナも食べてない、まだフルーツしか食べてない。その代わりにピリ辛最初に撮ったかな、焼肉の前に撮って、お腹空いた状態で撮って、二人でずっとあのお腹空いたーってなって、撮るときはもう決めポーズみたいなお腹空いたーカシャ、お腹空いたーカシャみたいな。でその時にね動画撮ったの、実はマナの携帯で。そういつかどこかに載せられたらなって思うけど、でもね長いんだよね、ツイッターって2分ぐらいしか載せられないのか、2分も結構長いか、1分ぐらい載せられる。焼肉とか行くと何時間くらい話してる、まあの本当にメンバー誰もそうなんだけど、もう本当にずっと喋ってられるんだよね。だから帰ろうって言われない限りずっと喋れるそう、ひたすらだから電話とかも永遠と喋ってられるんだよね。今日楽しすぎたので10月追加しよう、嬉しい。え、今やってる、もしかして再販。ぜひ皆様、マナの誕生日に10月1日東京でツーショット撮影会またあるのでぜひ来てください。黒髪だからセーラー服が似合う、あ確かに黒髪にして、あでも黒髪にしてからさファンのみんなと会ったの初かもね今日。
確か今回初かも。でも黒髪褒めてもらえて嬉しい。でみんなプリクラ見てくれた？インスタ、インスタグラム見てくれたかい？こんばんは。こんばんは。今日3期生に会えなかった。10月1日はマナ祭り、そう10月1日はマナが誕生日なので、皆さんもうその日はさあれだよ、ツーショットもあるし、ショールームもやるし、インスタグラム、インスタグラムじゃない、インスタライブもあるし、おお、なんて言うんだっけ、おお忘れちゃった、盛りだくさんだ。おーなんて一つもついてなかった。盛りだくさんな日です。マナさんがメンバーと話すとき聞き役になるパターンより話し役になるパターンが多い感じ。え、マナどっちもだよ、どっちも。マナが話すときもあれば聞く方もあるみたいな。今日はマナちゃんを応援してる人たちとたくさん友達になりました。え、嬉しい。それはマナ、マナ推し、みんな仲良くなってほしい。わー、ハートたくさんありがとう。サヤとの猫動画も載せてたよね。猫動画、あ、ストーリーかな。もう一日経っちゃったから消えちゃった。でも黒髪にしたら女優さんみたいになったね。え、私女優さんみたいですか。え、女優さんみたいですか私。え、てか聞いてください、私今日嬉しいことがあったの。あのね、後ろにさ、スタッフさんとかがこう見回りとかしてくれてるじゃん。でその方になんかマナがね、古澤さんはいい子そうみたいなことを言ってたらしくて、マネージャーさんに。でそれでなんか、なんでですかって聞き、まあ私優しいんですみたいな感じで話してたんだけど、その通りなんですって話して、なんでそう思ってくれたんですかって聞いたら、なんかファンの方のみんながすごい喜んでて楽しそうにしてて、いい子なんだなって思いましたみたいな言ってくれてて、めっちゃ嬉しかった。だからファン思いなんですって言ってそうなんです、私ファン思いなんですって言って、そう話してました。嬉しかった。多分偉い人なんだよ、そのおしゃべり会とかの、わかんないけどそう、あ、花火ありがとうね、伝わってたみたい、嬉しいですね。目がキラキラだった、嬉しいこんばんは、嬉しいことですね。こんばんは。ね、目かゆい。今日はちょっともう早めに終えて、明日も早めなので、私はお風呂に入ってきます。今日はツイッターもインスタも載せたので見てください。お弁当は美味しかったですか？今日はね、あれ、タレカツも入ってて美味しかった。久しぶりに、めっちゃ久しぶりにタレカツを食べて、美味しいってなった。やっぱりめっちゃ久しぶりに食べたんだよね。今日も大好きだったよ、嬉しい、ありがとうね。明日もある、はい、あります。いません、いません、まなちゃんはいい子。そうなんです、私いい子なんですよ。こんばんは。わ、お疲れのギフトありがとう。最後のうちのポーズ、ペンギンのくちばし、ほな、くちばし、あ、バラありがとう。こんばんは。ね、わかる、マナいい子。プリクラって誰ってなるけど、そのままマナ&カイリで可愛かった。そう、マナね、なんか目大きくするやつなくしたなんか大きくするともうバーンってなりすぎて、やってないから かも。
けるときハートやってくれたのありがとうね。ハートね、見て爪かわいい昨日も見せた。次まなちゃんに会えるのツアーの埼玉公演だから待ち遠しい。埼玉再来週ぐらいかなね、再来週ぐらい、皆さん楽しみに待っていてください。ぶどうありがとう。ぶどうも買ってきた。今日じゃない、間違えた嘘ついた。ハートありがとう。ぶどう今冷蔵庫に入ってる。そのままの顔がプリみたいに可愛くなくても OK。 そんな褒め言葉ありがとね。プリでもめっちゃ久しぶりに撮ったプリクラ。前回撮ったっきりかな。9月23が埼玉。あ、23か。9月23楽しみにしていてください。え、千葉もさ今月だよね。今月末30だったっけ。違うっけ。さっきブドウとアロエのヨーグルトか。え、美味しそう。何それ、美味しそう。今日のメイクはどうでしょうか。今日はラメをいっぱいつけた。ここにかわいい。大釜ではかき氷食べられ、え、まだ食べてないの。かき氷食べたかった。あ、10月だっけ。千葉こんばんは。肌白め、え、肌白いかな。まだ今日お目々がキラキラで可愛かった。そうなの、ここの涙袋のところにちょっとキラキラをキラキラってしてみたもちろん可愛い、ありがとう。まだ何分から始めた。30分です最初涙目に見えた。え、そうらしいよね。なんかキラキラ涙袋にさつけたらちょっとそう見えるらしいよ。可愛いマナちゃんとおしゃべりできて嬉しかった。やったー、嬉しい。マナも、あ、花火ありがとう。マナちゃんなんでそんなに可愛いの マナちゃんは標準語、茨城なまりあるの。マナはなんか標準語なんだけど、たまになんかなまりっていうかイントネーションがおかしくなっちゃう。はじめまして、はじめまして。あ、花火ありがとう。夏なのに白くなるって日焼け止め効果良かった。え、まあ日焼け止め最近塗り忘れてるから違うと思う普通にファンデーションとか。赤ずきんちゃんみたい、赤ずきんちゃんマナ赤ずきんちゃんみたい。こんばんは。え、マナ配信終わったらすぐお風呂入ろうと思うけどさ、絶対携帯いじっちゃうんだよねじゃあどうしよう、10時ぐらいになったら終わりにしようかな。明日明後日劇場に行くです。あ、そうなの。明日明後日楽しんでください。髪の毛染めようか迷う、染めようかも迷うし伸ばそうかも迷う。まあ自分で決めますお夜食は食べない。え、お腹すいたら食べるんじゃない。配信終わったどっちが早くお風呂に入ったか競争し、え、まだ絶対負ける、絶対携帯いじっちゃうからダメ。花火ありがとう。染めないで。黒髪のマナちゃんが好きです。黒髪、みんな黒髪好き、みんな黒髪好き。染めるのはいいと思う。長さはもう少し我慢しましょう。あ、どういう意味、切るのを我慢するとか。まあこれ以上は切らないかも、これ以上は多分切らないな。花火ありがとう。え、はい、聞いてください。あの今日ね、マナがそのツーショット撮影会の待機中になんかスタッフさんが口尖らせないってマナやっぱ癖みたい、口尖らすの、尖らせない
言われた口尖らせてたみたい。可愛いのギフトありがとう。自分は配信終わり、長い運転というお仕事が待っています。あ、今、まあれ止めてくれてるの、もしかして車。気をつけてね、可愛いのギフトありがとう。そうだよなんか子供に注意するみたいな。そう、あの口尖らせないって言われた。10月1日はよろしくです。あ、嬉しい。みんな1日来てね、東京であるのでツーショットが、来てください。スタッフさんまさか昨日のショールーム見てたのかな、もしかして見られてたのかな、どうしよう。でもな、変な言葉言ってないもんだから大丈夫。え、変なこと言ってないよね。まだなんか髪の毛伸ばそうか伸ばさないかって話してただけだもんやっほー。まなちゃん、左右の人差し指を合わせて口を尖らせてることよくあります。左右の人差し指を合わせて、え、こんなことまなやってるの、やばいやつじゃん。まな生誕って9月下旬から10月上旬に届くみたいなんだけど、1日に間に合えばいいね。あ、そうなんだ。9月上旬じゃない、9月下旬に届くといいな。まあ、のさ、その10月1日の東京であるツーショット撮影会は生誕ティーとタオルで写真撮りたいなって思ってて、ね、でももし届かなかったら、あの今までの生誕ティーとかじゃなくても、なんでもうマナのグッズ一つでも身につけてくれたらマナは喜ぶ。まあ来てくれるだけでめちゃめちゃ喜ぶそもそも。こんばんは、嬉しい初見の方。カニ好きなんだっけ。え、カニ好き、なんで知ってるのかわいい、ありがとうね。インスタみんなフォローして、初見の方せっかく来てくれたことだしせっかく来てくれたことだし、インスタグラムフォローして、こちらから、このインスタグラムから飛べるで、フォローしてね。ショールームもついでにフォローしてね。生誕 T シャツ3人とも似てる感じだった。え、そうなの、本当にたまたま一緒で、たまたま一緒だったの。紫たくさんでいこうかな、嬉しい。まだ紫だからね、色が嬉しい。東京まだなんちゃらだけど検討しようか。来て来て、マナの誕生日だって、初めてみんなと過ごせる大切な日だから来てほしい。みんな今再販してるの、今ってしてない。どうなのでしょうか。こんばんは、マナちゃん、ライなんちゃらの歌唱力ナンバーワンゲットです。てかさ、なんかユニットってあれ何なの、ユニットのやつって何、あれわかんない、まだ詳しくわかんない。紫のアイテム何か増やそうかな。嬉しい、楽しみに待っています。こんばんは、また再販始まります。あ、ほんと、そしたらぜひ皆さん来てください。ぜひぜひ来てください。揃えたのかと思ったよ、3人で。ねえ、びっくりだよね、本当にたまたま。ユニットは3人1組。あ、そうなの、なるほどね。はあ、これはくしゃみですそうなんだ、獣人だ。もうちょっとで3人の合計点で争うって聞いて、3人がライバルってこと、どういうこと？どういうことですか？次回はユニットもありそうだな。まかないでいこう。ユニット ?3 人ならまかないサーヤかな。確かに。いいね。今同時にあくびした？すごっ、そんなことが。イエーイ。あ、やばい。また尖らしてた。いけません。こんばんは、3人の合計得点らしい。あ、そうなんだ、得点、あ、得点。まかないサーヤってみんな身長同じくらい、カイリーサーヤマナの順で高いかな。マナが一番高い。まあでもそんなにみんな変わんないけど
あ、花火ありがとう。うん、なんかマナとカーヤ、カーヤ誰、マナとサーヤ、マナとサーヤはそんなに変わんないけど、カエリは混ざっちゃった、混ざって結婚しちゃった、サーヤとカエリ結婚しちゃった、マナとカーか、やばい、カーヤって言っちゃう、マナとサーヤはそんな変わんないけど、ちょっとカエリがちっちゃいかなぐらいかな。カーヤ誰みたいな、でもなんかいそう、カーヤ、あのさ、ご当地の着ぐるみにいそう。古澤かや、3人で結婚しちゃったの。さっきゆなこちゃんと結婚式してるみたいだったよね。え、マナが？嘘。そう、マナが一番高いかな。1日のチケット受け取ったんで行きます、期待してます、嬉しい。韓国のあれですよね、韓国何でしたっけ、なんだっけ、まだその日は韓国メイクするんだ、お楽しみに。ランランラン、ゆなこちゃんがありがとうのスピーチしに行くとき、嘘、まだひなの時も結婚式してるみたいって言われたメンバーに、腕組みがち。最近スタバ行った、今日飲んだスタバ、あのね、スタッフさんがメンバーに買ってきてくださってそれを飲みました。スタバ美味しいね。そう、やっぱ韓国のフェスなので韓国メイクをしたいと思います。で、衣装なんだろう、スタバの目の前通ったけど我慢した、偉い、それは偉い、マナも昨日マック寄ろうかなって思ったけど行かなかった。偉い、あのさ、マナさ、マックのマックフルーリーめっちゃ好きなの、アイス、アイスめっちゃ好き。こんばんは、じゃあそろそろスクジュタイムしてお風呂に入ってこようかな、カシャカシャ、やるぴ、食べた、マックフルーリーのお月見みたいなやつ美味しい、え、食べたことないかも、な、はい、取れた、チマチョゴ、着てみたい、マクドでナゲット何個食べれる、ナゲット延々と食べてられるかも、お腹いっぱいにならなければ、めっちゃ好き。こんばんは、爪かわいい、はい、見えるかな、見えない、僕はマナちゃんめちゃくちゃ好き、ありがとね、隣のレーンから招かれたドラさんの人の名前覚えてくれてる、もちろん、また来てね、待ってる、ということで、じゃあ誕生を読みたいと思います、いきます、せーの、13位天使のわけまえさん、12位ひでじじさん、11位パピコさん、10位佐藤まささん、9位たけぞうさん、8位ワンワンさん、7位ギリタンショーさん、6位ジャムのおじさんさん、5位しんさん、4位たまもてつさん、3位ままらさん、2位坂井秀一さん、そして1位はりょうさんです、イエーイ、ありがとうございます、ちょっとやばい、じゃ10時になってしまうのでそろそろ配信終わりたいと思います、お風呂に私は入って寝たいと思います、あ、メールも送ります、じゃあね、みんなありがとう、バイバーイ、おやすみ、またね、バイバーイ。インスタグラムのフォローといいねよろしくお願いします。バイバーイ。ハート。またね。